こんにちは、速稼塾の久保です。いつもライブ放送をご覧いただきましてありがとうございます。私のライブ放送はね、基本的に朝5時半ぐらいまでにスタートして6時に終わるようにしております。早い時はね、5時10分ぐらいから始めるんですけども、遅くても5時半には開始しておりますので、それ以降でしたら6時まで必ず私のライブ放送に毎日参加できることになります。で、今日ね、この動画をリリースしたのはちょっとしたね、グレードアップがありました。実はね、ちょっとね、いいですか、私のね、使ってるウェブカメラがあるんですけども、ここにこれね、これでいつもライブを撮影してるんですよ。で、今日はね、これも良かったんですけども、これもね、なんか1万円ぐらいしたと思うんですけども、今日は勇気を出して新しいカメラを買ってみようかなと思って、これ届いたんですよ。さあ、これはね、結構いいらしいです。じゃーんと、こうね、ずっしりと重いタイプでございます。これがね、2万円ちょっとしたんですけどもね、マイクもなんか性能がいいみたいなんですよね。なんかこう薄っぺらい感じと、これからずしっときてね、なんかちょっとグレードアップしたような感じがするでしょ。これでもしかしたら皆さんとよりクリアにね、私のこの顔が見えるかもしれません。見たくないってすいません。まあ、いいカメラ使わせてください。もしかしたら音声も良くなるかもしれませんのでね。それでは明日からよろしくお願いします。ちなみにちょっとね、比較するための動画を2種類ちょっとこの後で上げてみますんで、よかったらご覧ください。それでは失礼します。こんにちは。ウェブカメラを新しくしましたんで、テスト撮影をしております。声の方はいかがでしょうか。ちょっとはよく聞こえたかな。それとも画像は綺麗でしょうか。まあ、今回はテストなんで、これで終了になります。はい、それではね、古いカメラと画像の方がどうだったか、音声の方がどうだったか、ちょっとね、比較をしていただきたいので、過去の映像をこの後に流します。それでは、はい、どうもおはようございます。10月25日朝5時半の相場解説じゃなくて、隠居 TV ですね。今日はね、介護ビジネスのちょっと進化についてお話しようかと思います。これは実際に私が、こんにちは。はい、どうもおはようございます。10月25日朝5時半の相場解説じゃなくて、隠居 TV でしょうか。まあ、今回はテストなんで、これで終了になります。はい、それではね、古いカメラと画像の方がどうだったか、音声の方がどうだったか、ちょっとね、比較をしていただきたいので、過去の映像をこの後に流します。それでは。